筆を使わないでキャンバスに直接指で絵の具を塗りながら下書きなどをしないで描いていくっていう方法で作品を作っています。ライブペイントはちゃんと描き始めた20歳の頃から始めてて、でその頃なんかその自分のスタイルもまだ確立してなかった時にこうなんかイベントとかに出るようになって、でその場でこう描くっていうことをやってみたらすごい楽しかったので、でそこから手で描くっていうことも生まれたし、なんかその即興で描いていくっていうのが自分に合ってたので、なんかそこからずっとやってる感じです。大きい絵っていうのが好き で大きい絵からこう体で感じられるプラスのエネルギーみたいなものがすごいいいなと思うので、なんかこう見てて元気になれるような絵を描くようには心がけてます。ロンドンはすごいなんかかっこいい街だなと思って、滞在はすごい短かったんですけど、滞在してみてなんかこう新しいこととなんか伝統もちゃんと混じりつつっていう印象があって、なんかすごい楽しかったです。そのライブペイントをその生で配信しながらその作品を購入されるっていうのは本当に初めての試みなので、ちょっと私もこうどうなることやらっていう感じでドキドキしてますけど、なんか一緒にそのいい時間を共有できたらなと思うので、ぜひ楽しんでほしいなと思います。